こんにちは。世界には歴史的瞬間と称される様々な記録が残されています。それは歴史に刻まれた反逆者や無血革命など、我々凡人の想像を超えた勇士の数々として語り継がれてきました。しかし現代を生きる我々にとって当たり前となっている平和や反戦の価値観や、国民一人一人に与えられた参政権といったシステムの背景にも、世界を一変させた瞬間があったことをご存知でしょうか。ということで、今回は沈没する戦艦で敬礼する兵士、宇宙事故で絶命した英雄の亡骸、最後まで誇りを捨てなかった日本人、世界を変えた女性の衝撃的事故など、歴史的瞬間を収めた記録と当時の背景について5つほどご紹介していきたいと思います。では行く。幸運艦の最後。1941年、太平洋戦争が始まると、日本は真珠湾攻撃や南太平洋海戦、マリアナ沖海戦など、あらゆる海戦に繰り出しました。当時の日本海軍は、昇格と随格という空母を主力に活躍していたのですが、最初に建造された一番艦の昇格は、1944年6月に起きたマリアナ沖海戦にて、アメリカの潜水艦から魚雷攻撃を受けて沈没しています。しかし、その一方で、姉妹艦の随格は、マリアナ沖海戦で命中弾を一発受けたのみで、あらゆる海戦においてほとんど損害を受けていなかったことから幸運艦と呼ばれていました。そのためマリアナ海戦後はロケット砲やレーダー照射に対応する最新設備が搭載されるなど、戦争を生き抜くための改良が重ねられています。しかしその後、間もなくして訪れた1944年10月、史上最大の海戦とも言われたレイテ沖海戦にて、随格はアメリカの機動隊から魚雷と爆弾を7発ずつ受けるという猛攻撃にあったことで、乗組員と共に沈没する運命をたどります。そして当時随格が沈没する直前の様子が記録されているのですが、そこには沈没直前に軍艦機に敬礼し最後の万歳をする乗組員らの姿がありました。また当時は沈没までは16分ほどの時間があったことから、近くにいた2隻の駆逐艦が2000名近くいた乗組員を救助していたと言われています。しかし842名の乗組員は随格に残ることを選んだそうで、終戦後は最後まで誇りを忘れなかった日本人の死として諸外国から注目を集めました。ヒトラーが救ったユダヤ人。1938年にとある診察室で撮影された一枚の写真が、悪名高い独裁者として知られるヒトラーの人物像を大きく揺るがせました。写真の中に写る男性はエドゥアルド・ブロッホというオーストラリア出身の医師で、彼はヒトラーの母親であるクララが乳がんを患った際に破格の費用で治療を施しました。ちなみにこの時まだ幼かったヒトラーは役人を務めていた父親を亡くし、母親の闘病生活で窮地に追い込まれていたのですが、ブロッホ氏が救いの手を差し伸べてくれたことに大変感激した様子を見せ、母親が他界した後もヒトラーはブロッホ氏に対して永遠に感謝すると語ったそうです。そして時が経ち、ヒトラーがナチスの指導者になると、彼はドイツの支配とヨーロッパ統一のために600万人近くに及ぶユダヤ人の命を奪いました。しかしヒトラーはユダヤ人であるブロッホ氏への恩義を忘れておらず、ナチスの秘密警察であるゲシュタポに対してブロッホ氏を保護するよう命じています。またヒトラーはブロッホ氏を気高いユダヤ人として丁重に扱い続けたそうで、全てのユダヤ人が彼のようであればユダヤ人問題は存在しなかったろうと語っていたそうです。そして第二次世界大戦が始まって間もない1940年、ブロッホ氏はヒトラーの手引きによってアメリカへと亡命しました。その後ブロッホ氏はアメリカでヒトラーの心理プロファイルを作成するためのインタビューを受けた際に、彼は約束を守った、私の受けた優遇はオーストラリア及び全ドイツのどのユダヤ人にも適用されなかったものであろうと確信していると語っています。またブロッホ氏はヒトラーの母親が他界した時についても、私の経歴の中でヒトラーほど悲しみに打ちひしがれた人を見たことがないと語っており、これは世間から悪魔と呼ばれたヒトラーの人道的な一面を示した希少な史実として語り継がれています。英雄が選んだ最初の死。1945年8月15日、
日本では昭和天皇の玉音放送によってポツダム宣言の受諾と第二次世界大戦の終わりが告げられました。しかし GHQ の支配下に置かれた日本では戦争犯罪人に指定された戦争指導者たちが極東国際軍事裁判という一審制の軍事裁判にて裁かれる運命が待ち受けていたため、終戦後は日本軍の指導者層に属していた人々が相次いで儚き存在となっています。そして今回ご紹介する東条英機もまた太平洋戦争開戦時の首相であり陸軍大臣で、陸軍と空軍における最上級者を意味する参謀総長を兼任していたことから、日本の代表的な戦争指導者として逮捕される予定となっていました。そこで東条は戸籍から長男一家以外の家族を離散させる、書類を焼くといった身辺整理を行い、逮捕される前日まで関係者に対しては全責任を背負うと語っていることから、自らの行く末を覚悟していたことが伺えます。そして終戦から約1ヶ月後となる1945年9月11日、ついに GHQ は東条の逮捕令状を出したため、マスコミは東条の自宅へと駆けつけました。また身柄を拘束するために訪れたアメリカ軍の憲兵が東条に支度を求めると、東条はその場で同意しているのですが、東条の自宅玄関の扉が開くとともに自宅の中から銃声が響き渡ります。そこで自宅を取り囲んでいた連合国軍の憲兵が自宅内に踏み込んだところ、応接間の椅子に座り込んだまま拳銃を構える東条の姿が発見されました。また当時その場に居合わせた記者は東条からの遺言としてある言葉を聞き取りました。一発で生き耐えたかった、勝者の裁判にかかりたくない、俺の死体はどうなってもよい、しかし見せ物ではないとマッカーサーに言ってくれ、というもので、自国の責任者であった東条の悲痛な言葉が述べられています。しかしこの時東条はアメリカ軍からの手厚い看護と手術によって一命を取り留めました。これは一見アメリカ軍からの善意のように思われますが、実際のところマッカーサーには侵略戦争の首謀者であった東条を殉職者にしてはならないという意向があったことから、東条の行為は何としてでも食い止めなければなりませんでした。また東条の行為はすでに亡くなっていた指導者たちと比較されたことで、国民からは臆病者、武士道に反すると非難されています。その後東条は予定通り極東軍事裁判において他国への侵攻や捕虜への非人道的な扱いを指示した永久戦犯として有罪判決を受け、1948年12月に GHQ から絞首刑に処されています。人類初の宇宙事故。今から60年以上も前になる1961年4月12日、ソ連の軍人であるユーリー・ガガーリンが人類初の有人宇宙飛行に成功しました。彼は地球は青かったという言葉を残したことで世界中から注目を集め、当時のソ連の最高指導者であるニキータ・フルシチョフからは英雄扱いされるなど国内でも優遇されています。しかしフルシチョフの失脚後、レオニード・ブレジネフという人物が最高指導者に就任したことで、ガガーリンは前任のフルシチョフ派として冷遇されてしまいます。またガガーリンは宇宙からの帰還後、環境に適応できなくなったことで酒に頼る生活を送るようになり、極めて不安定な状況にありました。しかしガガーリンはめげることなく再び宇宙工学を学び、訓練を再開したことでソユーズ計画という人類の月面着陸を目的とした宇宙計画に配属されます。そしてガガーリンは宇宙飛行の偉業を遂げた6年後となる1967年4月にはソユーズ1号と呼ばれる有人宇宙船の補欠搭乗員になりました。またこの時ソユーズ1号の指揮官はガガーリンが宇宙飛行士の候補生時代からの親友であるウラジミール・コマロフという人物で、ガガーリンはあくまでもコマロフの補欠となっていたのですが、ガガーリンにはコマロフに搭乗させたくない理由がありました。何でもミッションを控えていたある日、ガガーリンが他の技師たちと共にソユーズ1号を点検したところ、構造上の問題点が203点も見つかったそうで、ガガーリンはミッションを延期するよう求めたのですが、ソ連共産党は応じませんでした。それもそのはず、当時ソ連は設立50周年という節目を迎えており、建国の父であるレーニンの誕生を祝う記念式典の一環としてソユーズ1号の宇宙飛行は欠かせないミッションとなっていました。またソユーズ1号のミッションが遂行される3ヶ月前には
ソ連と冷戦状態だったアメリカでアポロ1号の火災事故が発生していたため、ソ連はソユーズ1号を打ち上げることでソ連の技術力を示し、アメリカよりも優位に立ちたかったのではないかと考えられています。しかしソユーズ1号は開発当初から問題だらけで、無人テスト機の打ち上げさえも何度も失敗していました。そのため指揮官であるコマロフも危険性に気づいており、友人に対して私はこのミッションから戻ってくることができないだろうと語っていたそうです。しかしコマロフは親友であるガガーリンが犠牲になってしまうことを恐れていたため、自身の命を引き換えにしてでも乗車を志願しました。そしてソユーズ1号の打ち上げ当日となる1967年4月23日、ミッション遂行前の現場に居合わせたガガーリンは突如宇宙服を着用すると言い出し騒ぎ始めます。これは当時ロシア人記者によって、ガガーリンは急にわがままを言い出したと報じられているのですが、やはりガガーリンにとって親友であるコマロフが絶命すると分かっていながら送り出すことは耐え難いことであったと考えられます。しかしコマロフは予定通り登場し、発射直後には太陽光パネルの開閉不良や方向検出機の故障といった多くのトラブルに見舞われました。そしてコマロフは進路すらままならない状況の中でミッションを遂行するのですが、地球に帰還する際にパラシュートの不具合によって時速 140km で地面に衝突したため、機体ごと大炎上する事態に見舞われます。そこで墜落後には懸命な消火活動が行われるのですが、焼け跡からは炎上によって炭化して原型を失ったコマロフの亡骸が発見され、人類初の宇宙事故として世界中の人々に悲しみをもたらしました。また事故当時撮影されたコマロフの亡骸の写真は世界中で報道されているのですが、彼は直径30センチ長さ80センチの塊というショッキングな姿になっていたことから、後年コマロフの名前は検索してはいけない言葉の一つとなっています。そしてコマロフは40歳という若さで人生に幕を閉じてしまうのですが、コマロフを守ろうとした親友のガガーリンはというと、コマロフが亡くなった翌年に自身が操縦する飛行機での墜落事故によって後を追うように亡くなっています。言葉ではなく行動を。現代から120年近く遡った1900年代初頭、当時は世界的に見てもほとんどの国で女性の参政権がありませんでした。そこでイギリスでは1903年にエメリン・パンクス・ハートという女性が女性政治社会連合、通称 WSPU という組織を結成し、女性の参政権を獲得するためであれば過激な政治運動を行う意向を示します。また WSPU をはじめとした参政権を求める女性たちは、参政権を意味するサフリジという言葉をもじってサフラジェットと呼ばれるようになりました。そして今回ご紹介するそんなサフラジェットの一人であったエミリー・デイビソンという女性なのですが、彼女は1906年に WSPU へ加入すると自発的に過激な政治運動を繰り返します。また政治運動の一環として投石や放火、集会の妨害といったあらゆる罪を犯したことで9回にわたって投獄され、戦闘的で暴力的なサフラジェットとして瞬く間にその存在を知らしめました。しかし彼女の精神はひるむことなく、刑務所に収監されている時もハンガーストライキという断食による抵抗運動を繰り返しました。そのため彼女は刑務所内で全身を拘束されたまま口や鼻に管を通され、液状の食物を無理やり流し込まれるというまるで拷問のような強制接触を49回も受けています。ところがエミリーはそれでも屈することなく、9度目の釈放を受けた1913年6月14日にある行動に出ました。この日エミリーはイギリスの競馬場で開催されたエプソムダービーのレースを観戦していたのですが、彼女は自分の目の前で馬が走りすぎたことを確認すると、あろうことか手すりをくぐり抜けて馬が走るトラックに侵入しました。そして国王であるジョージ5世が所有するアンマーの前に両手を上げて立ちはだかり、猛スピードで走るアンマーに跳ね飛ばされて地面に叩き落とされました。そこですぐに救急搬送されているものの、エミリーは頭蓋骨の骨折などの重傷を負ったことで事件から4日後に40歳でこの世を去りました。これは当初政治運動の一環として亡くなったという見解が持ち出されているのですが、彼女の遺品にはダービー後に出
席予定であったダンス会のチケット、翌週の予定が記された日記が含まれていたため、矛盾点が見受けられます。そのため、エミリーの死には様々な仮説が飛び交うようになり、サフラジェットのスローガンを掲げたスカーフを馬につけようとしたのではないか、パンに横切ったのではないか、国王の馬を殺めようとしたのではないか、などと言われているのですが、いずれも確証は残されていません。また、彼女の行動は大義への献身を尽くした勇気ある行動として称えられた一方で、国王への無礼やスポーツの妨害行為として非難する声も寄せられました。しかし、この一件をきっかけに世間から女性の参政権への関心が高まったことは確かで、やがて第一次世界大戦が始まると、サフラジェットの過激な政治運動は停止されていくのですが、サフラジェットの女性たちは戦争に協力するための共産運動の見返りとして、第一次世界大戦が終盤を迎えた1918年2月6日に女性の参政権を勝ち取っています。これはエミリーの死から5年後の出来事で、当時は戸主または戸主の妻である30歳以上の女性となっていた参政権が、さらに10年後となる1928年には男性と同様に21歳以上からの選挙権が与えられています。またイギリスのみならず、当時は世界各国で女性の参政権を求める運動が行われていたのですが、日本における女性の参政権の獲得が1945年であることから、サフラジェットの行動力の高さが伺えます。そしてサフラジェットとして死に、女性の参政権獲得を見届けることができなかったエミリーですが、彼女の墓石にはサフラジェットのスローガンでもあった言葉ではなく行動というメッセージが今も刻まれています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てこの歴史長いと思った某は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あとツイッターも最近よくやってるので、概要欄からツイッターのフォローもお願いします。そして VTuber チャンネルで生放送の方もやってるので、概要欄から VTuber チャンネルのお願いします。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、賢者タイムなんですけど、質問拾いコーナーです。はい、今回ですね、自己肯定感が低い者たちに向けて、とてもいいコメントがあったので、まあこういうのもね、なんかいいコメントあったら紹介していこうかなと思います。はい、ということで、いきます。賢者タイムのことについて、まず自己肯定感が低いことを悪いことだと思わなくて良いですよ。自己肯定感が低い部分のいい面を見ていきましょう。気にしたり慎重になったりすることは、物事を深く考えたり実現したいことに磨きをかけることに役立ちます。そもそも人は生きているだけで、存在するだけで価値を持つものです。生きていることそのものに感謝をして、自分がやりたいことにしっかり向き合っていれば、無駄なことなど何一つないのです。万物に善悪など存在しない、あるのは現象のみ。いい人生を歩めますように、ということでありがとうございます。これは僕も自己肯定感低いよみたいな、そういう話を賢者タイムでしたところついたコメントなんですけど、いいですね、刺さりましたね。すごく深いというか、自己肯定感低い人たちをなんかね、に救いの手を差し伸べるコメントというか、まあこの方は何でしょうね、その仏の道を行く人なのかな、なんかそんな感じですね。なんか最後のあるのは現象のみっていう部分もですね、なんか釈迦の教えを彷彿させるような、そういうあれを印象を抱きましたね。なのでですね、まあキリンリスナー、98% は自己肯定感が低いというデータもですね、Google アナリティクスの方から、出ておりますので、まあこれをですね、まあ僕もこれでそうだなって思えたし、まあ、実際にね、慎重になることによって、まあ、スキルをね、誰も見てないところでね、黙々と磨き続けることができたりとかね、いろいろメリットもあると思うので、はい、まあ、そういう皆さんもですね、まあ、これをこの、仏様をですね、の言葉をありがたく頂戴して、まあ、日々のね、活動に、つなげていってもらえればと思います。はい、ということでね、たまに勝手に動画取り上げることもあるので、まあ、いろんなね、コメントお待ちしてます。なんか面白いコメントとかも、欲しいですね。あとはね、なんか、僕ちょっといじられたいとかね、っていう願望とかもあるとね、なんか面白くいじってくれるコメントとかあるとね、なんか取り上げていきたいなと思います。ということで、はい、そういう感じで、よろしくお願いします。バイバイ。